あの能や狂言、まあ歌舞伎などで、はい、まあ囃子方ってこう演奏をされながらこういる世界っていうのはこう知っているんですけども、はい、実際その見たこともあるんですけども、どれぐらい理解してるかっていうと、うん、ちょっとまあそうですよね、皆さんちょっとそんな知らない方もいると思うので、その囃子方のちょっと説明をしていただいても、はい、ですね、まず私たちのやってる能楽の囃子方は、はいはい、まあ能専門なんですね。で歌舞伎に囃してる歌舞伎囃子の方、はい、でもまあいろんなジャンルに出演されることもあるわけですけれども、はい、まああと踊りの方とかね、はい、されたりすることもありますが、うん、私たちの方から歌舞伎に出演したりすることはないんです。でまた歌舞伎の方がこっちへ出演するっていうことはないんですよね。でまあ芸能史的に言うと、はい、まあこれはちょっと諸説あるんですけれども、はい、能楽っていうのが非常に特殊な発達をですね、室町以降してしまいましたんで、はい、能独特のいわゆる世界があるんですね。いわゆる大体リズムっていうのはこう等間隔に刻むものが、はい、まあ合奏しやすいですよね。そうですね、まあ、4拍子とか何拍子とか1拍子とか、はい、ですけども能の場合はその拍子をどん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 崩していってしまうんですよ。言葉に合わせて。それはなぜなん？言葉を生かすために。もともと囃子という言葉は、まあ、囃子立てるとか、まあ、相手が映えるようにとか、はい、引き立てるようにっていうので、はい、囃子っていうんですね、はい、演奏っていうわけではない。そうなんですね。だから、まあ、囃子立てていわゆる鼓舞するっていう言葉がありますが、鼓舞する、ね、鼓で舞うって書きますよね、はい、ですから鼓で拍子を取ってそれで舞を舞って、まあ、皆さんの気持ちを高揚させて例えば戦に行くとか、もう一つ前でしたらいわゆる労働、いわゆる田植えとかですね、そういったものに従事するために体を鼓舞したっていうふうなことが言えるわけですよね。その聞いてみたかったのが、はい、こうまあ囃子ている時、まあ、演奏囃子ている時って操ってる感じなんですか？どういう感じなんですか？ね、これはね非常に不思議な感覚で、はい、脳の方は指揮者がいないので、囃子囃される、または待ってそれが生かされるっていうか、それぞれ力が拮抗した演者がですね集まって自分たちの世界をぶつけ合ってるような感じ。それで一曲の能が成り立っていく。だから立体的な詩のポエムのですね劇っていうような感覚がねする時がありますね。なんか勝手なイメージですけど、はい、その、まあ、リズムをとって音楽のようにこう刻んでいくものだとしたら、はい、もうその綺麗にこうやることもあるじゃないですか。でもこう囃してるのとかってこう踊ってるのをこう見ながら行けっていうのでよーっつってババババババンっつってこうテンション上げたりとかしてる感じもするのと思いますよね、はい、で実際脳の方はね即興ってないんですよ、はい、もう全部決まってましてね、はい、いわゆるうつつぶから、はい、間合いまで一応一通りそういうそれぞれが稽古して、うん、でそれも面白くて一緒に合わせる稽古じゃなくってバラバラでやる、バラバラで稽古していくんですよね、はい。逆に言うとそれだけテキストが非常にもう出来上がってますので、はい、そのプログラムが決まった段階でその曲が打てる実力者を集めるという形なんですね。この曲が決まったからみんなで稽古をしていこうっていうものではなくて、じゃなくてこのプログラムを決めるときにはこれができる人たちだと、この音が出せる人じゃないと呼ばれない、うん、呼び合うで集まって、もちろん最後1回2回曲によっては2回ぐらい合わせはするんですけども、非常にその一期一会的な作り方をする。ですから能はどうして帯興行、いわゆる20日間興行とかしないんですかって言われるんですが、基本が一期一会でもう舞台は1回限りっていうのが基本的な考え方なんですね。ですからなかなか商業ベースに乗りにくいとか、うん、いわゆる、まあ、しかも主役がですね表つけて顔を見せないわけですよね。そうですね、面をつけて
ですからせっかく岡田さんを見に行こうと思ってたのに表かけてたっていうと、はい、お客さんはね残念だなってなってしまうでしょ。だからそういう商業ベースに乗りにくい、本当に技術を見に行く感じですよね。そう、役者を見に行くというより、まあ、その作品を見に行くみたいな感じなんですよね、はいはい、でやっぱり表をつけていながらそのしてでないと作れないの、うんうん、羽衣なら羽衣っていうのを作り出していくっていうのがね、能の醍醐味といえば醍醐味。岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は能楽大蔵流小鼓方十六世宗家大蔵源次郎さんにお話をお伺いしています。今日はひな祭りでしたからこんなお話を伺いました。もともと能の囃子方っていうのは笛と、はい、ちょうどねこのオンエアがね3月3日、はい、そうですね、ひな祭りなんですよ、ね、この歌で歌われてる、はい、五人囃子の笛太鼓ってあるでしょ、はい、五人囃子全部言えます？いや笛太鼓、はい、なんですかね、笛太鼓小包み、今ちょっとごめんなさいね、小包みっていうとね、はい、それに荷物になるんですよ。どういうことですか、荷物？小包みなんです。小包み、すいませんね、点で話が点で話が違うっていうのは小包み、包みの小さいのと大きいのとがあるんです。あ、ね、で包みの小さいのが小包み、はい、で大きいのが大包みまたは大川っていう、大川、ね、大きな川というのはね、鼓っていう漢字が、はい、我々の方はこちら右側が支えるという、はい、太鼓の支えるの時と、はい、小鼓大鼓の時は川って書くんです。へ、川って比較 の、 いわゆる皮膚の川ですよね、はいはいはい、そうすると大鼓と太鼓っていうのは点でそれこそ違ってるのが、はい、大鼓の方は川を書くもんですから、はい、大川と読み下してるんですよ、はい、ですから笛小鼓大川太鼓と、うん、こういう言い方するんですね。五人囃子あと一個、あと一つ何だと思います？それ以外って何がありましたかね。向かってね一番右に扇子を持って口を開けてる人形があるんですよ。はい、これは何でしょう。口を開けてる人形、はい、あくびをしてるんじゃないですよ。口を開けてる人形おお実は歌を歌ってるの。歌を歌ってる、うん、あ、ですから歌いと笛、はい、小鼓大川太鼓、うん、この5つで五人囃子の笛太鼓っていう。おでこれ3月3日ね、いつも並べ方を間違えてる人結構多いんですよ、はい、僕この間もみんなで仲間で、まあ、ある料理屋さん入っていくと、うん、この並べ方が違っててね、はあ、その店に入るなりみんなで順番並べ直して変な客だって ちなみに教えてもらっていいですかこれがね並べるコツがあるんですよ。音が出るのが口からだんだん遠ざかっていく順に向かって右から左に下がっていくんです。まあ、音の聞こえのこととかもあるんでしょうね、まあ、これもね並び方いろいろ工夫してそうなったんだと思うんですが、はい、ひな祭りのひな飾り見ていただいたら、うん、向かって右から歌いは口から出てるでしょ、次笛は口元から出てるでしょ、次小鼓が肩に乗せてる、はい、大鼓は膝に乗せてる、はい、太鼓は地面に置いて手先のバチで打ってると。あ、どんどん離れていく、離れていく。じゃあ右向かって右側が口、そう、そっから左が、一番左が太鼓になる、そう。へえ、今度からちょっと、うん、注意してください。豆知識、そうですね、なんか見てこれちょっと分かってんなとかはこれ分かってんなとか分かってないなとかっていうことですよね、うん、へえ、チェックポイントですね、はい、この大蔵さんはその中でも、はい、小鼓、小鼓でこれはねもう生まれて小鼓方になりますって宣言したら帰れないんですよ、一生これやっちゃう。だからね途中で、あ、今日は太鼓打ちたいなと思っても打てないんですよ、そういう専業の本、まあ、世界なんですね。それ世襲みたいなものなんですか？まあ
そう、江戸時代はそういう世襲制の時代があったわけですけれども、はい、今はもう本当一代で入ってやられる方もいらっしゃるし、世襲でされるお家もあるし、能の方はね、名取制度がないんですよ、うん、全部本名なんです基本的に、うん、はい、もちろん芸名名乗ってる方もいらっしゃいますけれども、はい、基本的には本名、名を継ぐっていうよりも本名でやられるんですね、ですから、まあ不思議な世界なんですけどもね。今日は無理言って、はい、小鼓を、はい、持っていただいて、ちゃんと発音できました。覚えました、小鼓ですね。はい、を持ってきていただいて、やっぱこう美しいですよね、はい、もうこれはね、打楽器としては非常に奇跡的にこの日本という気候風土の中で生まれた、はい、まあ僕らは手前味噌ですけども、世界で一番美しい打楽器じゃないかっていうふうに思ってます。太鼓っていうとこうボーンとドーンドーンって振動をこう大雑把な作りって言ったら変ですけど、はい、そうですね、鼓ももともとは屋外楽器、いわゆる野外でね、はい、遠くに音を届かせるために使われてたと思います。でそれがだんだんいわゆる室内楽器に変遷していって、多彩な変化の音を楽しむっていう方になっていって、ですから楽器の成長過程でいうと、まあ、2つの時代を重ねて今の鼓がある。ちょっと今こう何て言うんですか、部品でいいのかな、銅とバラバラですね、銅と革がバラバラ、はい、銅はこれね、大体まあ安土桃山時代の、持ってまいりましたが、ちょっと、失礼かもしれないですけど、それいくらぐらいしますか。ごめんなさい、怒られちゃう。いや、いつも冗談で話をするんですが、はい、ストラディバリエスっていうバイオリンの名器があるでしょ。3億ぐらいするやつ、ね、そうそう、あれ大体350年ぐらいなんですよ、はい、でこれそれよりさらに古いだから、値段はご想像にお任せします。いや、値段つけられないっていうことですよね。いや、その値段で僕聞いたんですけど、太鼓って本当にいいものって、はい、その100年とか200年とか経たないと、小鼓はね特に本当の音が出ない。革はね、これ馬革なんですけども、はい、いわゆる100年まあ何ですか、最初のうちは硬くて音がパンパン言って硬いんですよ、はい、これを長年かけて打ち込んで、はい、それで柔らかくしていって、で30年40年打ち込んで、はい、でいろんな天気で打ち分けて革を育てていって、ですから今日僕は舞台で使う鼓も古いの、だいたい祖父やひいじいさんぐらいが買って打ち込んでくれたものを僕ら舞台で打たせていただいて、